どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回はパラディンズカジュアルマッチということで、イマニを使ってスプリットストーン再生機上で戦っていきます。こちら2ダメージ、対するお相手は2フランクとなっておりますということで、やっていきましょう。 Shall we play with flames first today? Or perhaps frost? さあやっていきましょう。どれにしようかな、どれにしようかなと思うんですが、そうね、やっぱりマナの亀裂かな、これでいきたいと思います。これ使ってみようかな。ロダーとか俺にしてみます、今回。最大 HP 増加と、自分がピンチの時ですね、HP ハーフ以下になると、シールドを発動するよっていうのと、飛んでる間ですね、フロストファイアグライドを使ってる時は HP 回復するよっていうのを、これ使っていきたいと思います。アイテムは、まあ、咀嚼ですね。咀嚼と、耐性ありだな。耐性ですかね。耐性積んどきます、一応。これでいきます。さあ、やっていきましょう。多分初手はここからついていくのが早いと僕は思うので、よいしょ、あんま変わんねえな。さあおー、倒したので戻ります。 HP 回復しつつね、よいしょ、あ、上登れへんかな。よいしょ、さあポイントが、やべ乗れへんかった。くっ、さすがにそれはダメか、持ってかれちゃいましたね。ただ踏み切ってくれたので咀嚼積んでいきます。めちゃくちゃくるくるして、さあ、なんか大体死んだって感じだな。全員の勢いですね。おっと、あ、それはまずいな、それはまずいな。シャリンがあの奥から撃ってたんですね。なるほどね。さあ、手前にスカイと誰だったんだろう、今は。ちょっと僕は今パッとわからなかったですが、なんかいましたね。大丈夫かな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ギリギリ、あー、毒食う？いや、普通に撃たれましたね。あの追撃かな、来てましたね。いや、アトラスのあの壁の下から抜けたのは、まあまあまあ悪くなかったんじゃないかな。さあ、ただちょっと今なんとも攻め手に欠けてる感じになっておりますね。よいしょ、15 seconds
special touch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ああ、取られ切ったんだが取られ切ったんだが、さあポイントをジェノスかな、バリカー踏んでくれてますね。ただジェノスが車輪に落とされているのでヒールは入りませんよっていう状態です。これは届かせられませんよと。よいしょ、シャリンシャリンやっていきましょうか。よしよし、お邪魔して、にょーん。あただ運び終えたのでよしってとこでしょうか。主尺さんまで積んでいきましょう。あとどうしようかな、何かいるかな。いや一旦このままいきましょうかね。さあやっていこうか。これ左から詰めてみるか今回。いや待て待て待て、上だな。シャリシャリしておいて、まずスカイやれる、シャリンやれる、こっちから来るね、バックもいる。おっと、まあ、ここは玉込みした状態で、シャリシャリやっていきましょう。来ないのかな、来ないというか、まあ来れないが正確なところ。よいしょ、あ、痛い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 というか、嫌だな。ナイス、なんなん、ちょっとここでちゃんと魔の亀裂発動させておかないと、たまりやすさが全然違うよね。まあ、そのまますんなり寄せましたね。勝利です。はい、と結果はこんな感じでしたよと。まあ、5万6000ダメージ、ジンが一番火力出してくれてましたね。はい。なぜか僕の方がキルは高い、キルは多いけど、でもあれかな、アシストとか含めると、まあ、ジンの方が圧倒的に活躍してくれてたって感じでしょうかね。まあ、結構イマニちゃん、ちょっと初めてかな、このロダート使ったのは、ちょっと変則的なロダートいつも使っていたので、これは多分オーソドックスな、まあ、よく見るイマニのロダートっていう感じなので、この辺使ってみ、初めて使ってみましたけど、なかなか安定して戦えてよかったですね、そういう意味ではね。もう一個僕が使ってる方は、こう、いっぱいクールダウン、なんだっけ、エターナルシフトチェンジみたいな、氷モード、炎モードを交換することで、空を飛ぶスキルだったり、なんだろうな、炎のビーム、地獄のキャノン、インフェルノキャノンっていうスキルがあったりとか、あと、氷を
こう投げつけるっていうのかな、大きい氷の塊を投げる技があったりするんですが、その辺のクールダウンをこう短縮するっていう、モードチェンジすることで短縮してどんどん回転させていこうっていう、なんだろう、趣旨のロードアウトを普段使ってたのでちょっと新鮮でしたね。なんでまあこうパッてチェンジして変えれるやろって思ったら、あのまあ移動のスキルのクールダウンがまだだったりとかいう、そういう場面がちょろちょろありましたね。はい、まあそこはまあ慣れるしかないと思うので、まあこういったまあノーマルロードアウトも楽しいなって思いましたね。まあなんかシンプルに硬いんでやりやすかったって感じでしょうか。まあ、あとはマナの亀裂ちゃんと発生させて、戦えるようにもうちょっと意識づけが必要かなと思いましたね。うん、これ1秒止まってマナの亀裂を出して、その近くで戦わないとこの効果は発生しないので、まあ逃げてる時とか、まあ移動してる時とか、まあ必要時以外は基本的にちゃんとマナの亀裂を出した状態で戦うことで、火力はバーストされるので、まあそこでちゃんと恩恵を得ていくのが、まあこのマナの亀裂今にのいいところ、強いところなんじゃないかなと思いますので、まあもしやってみる方はその辺気をつけてやってみてください。はい。あとウルトですね。敵ジェノスいたんで、僕体力に確か振ってないんだよね。250か。振ってるわ。振ってるからよかったのか。これ全振りかな。何振りしてればいいのかな。もういいや。多分ガンブリかな。ガンブリしてないと、ジェノスのウルトで抜かれたら終わりなんですよね。今にって。なんでドラゴン出してるときは、敵に1バレたら、ジェノスに1バレたらおしまいなところがあるので、まあその時のためにこういったカードを積んでいくっていうのも一つの手かなと思います。まあ僕はこれ積んでない気持ちで戦ってて、そのジェノスに抜かれるのが怖くて、ウルト使うタイミングをかなり序盤出し渋って、まあこっちがこう、バッて押し切ってから使って、こう、よりね、敵が外に出てこれないようにっていう、抑えるためだけに使ってましたが、まあ、もうちょっと早く、使えばもっともっと早く前に押せて、いけたんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、今に使うときはそういう注意があるかなぐらいですかね。はい。ということで、今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。